マクナブドッグは、アメリカ合衆国のカリフォルニア州原産の牧羊犬種である。犬種名は、作出者の名前にちなんで名付けられている。犬種名のマクナブは必ず、キャメルケースで書かれるが、稀に N は小文字で表記されている場合もある。別名は、マクナブシェパード。2012年に、カリフォルニア州から3頭が輸入、その後の国内繁殖は一度のみ。シェパードというと、一番ポピュラーなジャーマンシェパードのイメージが強いが、そもそもシェパードとは、牧羊犬を意味する。マクナブドッグ19世紀に、スコットランドから来た移民であるマクナブという人物が、連れてきたフォックスシェパードのピーター号と、スペインのバスク地方から来た農民が連れてきたメスの牧羊犬を掛け合わせ、カリフォルニアの気候に合わせて、他の犬種の血も加えて、改良を行い誕生したのが本種である。地元ではもっぱら牧羊犬として使われ、容姿のよく似たボーダーコリーとは対照的なハーディングを行う。ボーダーコリーのハーディングは、間接的で沈黙を貫き、黙々と忍び寄るように行うが、それに対しマクナブのハーディングは、直接的で、吠えたりうなったりして、羊を驚かし、時には、軽く噛みつくなどして追い立てる。カリフォルニア州では作業犬として人気があるが、その他の地域ではあまり飼育されていない。ほとんどが、作業犬として飼育されているが、時には、ペットとして飼育されていることもある。なお、容姿や能力はかなり固定されているが、能力を重視したブリーディングを継続するため、FCIには公認の申請を行っていない。姿は、スムースタイプのボーダーコリーに似ているが、サイズは少し大きく、体高も高い。体格の差も大きな違いである。折れ耳、サーベル型のタレを、立ち耳様々で、尾は基本的にカットされた個体が多い。ボーダーコリーと見分ける点は、筋肉質の引き締まった、ボディ、足の長さ。コートはさらりとした、スムースコートで、稀に、ロングコートの個体も存在する。毛色は、ブラックホワイトが半数を占めるが、ブラウンホワイト、ブルーホワイト、ライラック、トライカラーなどがある。体高46から56センチメートル、体重15から20キログラムほどの中型犬で、性格は陽気で優しく、仕事熱心である。本来の用途からわかるように、ボーダーコリーに比べると少しだけ落ち着きの面が劣るとも言われているが、仕事の熱心さと体力の面では、こちらの方が上回ると言われる。学習能力が高く、しつけの飲み込みはかなり早い。状況判断力にも富み、仕事を与えられると喜んでこなす。運動量は非常に多く、ペットとして飼うならば、ディスク、アジリティ、フライボールなど、効率的な運動を一緒に楽しむのが理想である。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著、福山秀也、大木拓薬成文道振興者、2007年。ありがとうございます。